天使は見えてねえだろうな。ヨーソロ、あんたとの腐れ縁が切れなくて残念だよ。社長。自分も無事です。けど、こんな調子じゃ時間の。なんだとこのピザ野郎、気持ちが負けてんだよ。よし、10秒以内に面白いこと言ってみろ。10、9、12時情報で爆発、衝撃波に備えて。うわあ、戦艦の破片、リダークシスが落とされたんじゃないのか。だちいちうるせえな。死後現金の明るい職場にされたいか。邪魔な奴だけ撃ち落とせ。レーダーに反応。さあ、今ので見つかっちまったんだ。ダメだ、こいつらには弾が効かない。ここまでのようだね、社長。塩らしいこと言ってんじゃねえ。弾が通らなきゃぶったけれ。切ったってのか、ファイルーンの装甲を。おお、マジか。自分でも天才だとは思ってたか。あんたにはいつも驚かされる。今の俺なら戦艦だって切れちまうな。惚れるんじゃねえぞ、オリガン。身内くどくほど頭やられてんのかい。大将、ついてくるんじゃなかったな。惚れてねえよ、バカ野郎。オリガ、勝手に死んだら許さねえぞ。返事しろ、オリガ。うん、まだ落ちるな。このままくたばってたまるかよ。パパ、フィオなのか。パパ、そのままこっちに。エスト、お前たち生きて。
守って。エスト、置いていくな。姉さんなら大丈夫。追っ手が来たわ。パパ、少しだけ力を貸して。超高速ドライブ軌道に入ったわ。あと少し、あと少しで地球に着くから。すまん、お前たちのそばにいてやれなくて。ダメな父親だったよな。何を言ってるのパパ、私たちは。ロイを呼んでくれ。ファイルムは切れる、切れるんだ。あいつならエストを。そんな、嫌よ。お願い、私たちを置いていかないで。はい、人工物、おそらくファイルンの機体です。反壊しているように見えます。一気のみか。そのようです。まっすぐこちらに向かって。この信号は地球のものです。地球人が乗っています。なんだと、同胞がダッシュしてきたとでも言うのか。地球軍の艦隊でパイルーンの新型試作機を持ち帰ったら兵長に向かいなさい。君は何者かい。私はルーキス、ルーキスのフィオ。この戦争のパラダイムを書き換える者よ。
シミュレーター起動。さあ、訓練を始めましょう。ボス戦におけるスコアの訓練を始めれば、ボス戦は道中と違って撃墜によって。急増にしちゃそれっぽくできてんじゃん。純正の制御機構の大部分は取り除いてレイドユーバーのコックピットに交換したわ。グラートを乗せた時は強引に神経につないで動かしたけど、あなたにはそんな必要がないから。ブルードメア系じゃないんだな。これしか用意できなかったのよ。旧型は不満かしら。いや、これがいい。俺が触ってきたシミュレーターもこれと同じ型なんだ。だから最新だったらむしろ動かせなかったかも。あなたがまともに機体を動かしてくれさえすれば、私は私の仕事に専念できるわ。しっかりやりなさい。任せとけって。それにしてもフィオはすごいな。俺なんてまだまだへこんでんのに。至極当然よ。記憶や一部の生体部品こそ残っているけど、今の私は人じゃない。自称をねじ曲げ、復讐を果たし、半身を取り戻す。そのためだけに稼働するただのデバイス。ふん、そういうこと。ロイ・ベケット、あなたこそグラートから託された使命、軽くはないわ。ああ、あの人は俺をマンホール暮らしから引きずり出してくれたんだ。それが間違ってなかったってことをこの戦いで証明してみせる。必ずな。中央管制よりクロスブリード発進スタンバイ。これよりカタパルトデッキへ移送する。クロスブリード了解。ハッチオープン。リニアカタパルト接続せよ。リニアカタパルト接続。進路クリア。射出準備完了。タイミングは譲渡する。システムオールグリーン。コントロールをパイロットへ。You have。 おう、ライベケット、クロスブリード出るぜ。分かっているわね。このままアキダリア海に南下、海岸から峡谷へ入ってクリセキ地を目指すわ。要ソロ、基地に着いたら超高速ドライブをダッシュ。パイルーン本拠地である移動惑星にひとっ飛びだろ。後続の艦隊の梅雨払いを忘れない。大丈夫大丈夫、俺を信じろって。不安だ。敵が多い。速度を落として艦隊の道を開けなさい。了解。っていうか、もうちょっとソフトな言い方があるんじゃないかな。俺たちパートナーだろ。そうなりたいなら努力することで。え、違うんだ。熱源反応多数。あぶねえ。基地からのミサイル砲撃ね。私のシールドなら多少は持つけど、連続した被弾は危険だわ。避けてみせなさい。ああ、見てろ、全部ぶった切ってやるぜ。どう、バカなの。まずいわ、基地のゲートが閉まりそうよ。なんでだ、こっちは忙しくってさ。対空砲があるから上空からは入れない。このまま一直線に飛び込む。おお、
ータベースにないとハイルーンの新型に。この野郎バカみたいにミサイルよこしやがって100倍にして返してやる。これを落とせば周辺の対空砲も無力化する。艦隊が砲撃にさらされる前に仕留める。こいつの戦い方どこかで。対空砲の無力化を確認。超高速ドライブ起動。すげえ、何でもできるんだなフィオは。ルーキスはいわば現実を書き換える装置なの。火器としての利用は一側面でしかないわ。ご苦労。ご苦労は諸君。これでけえよ。その光に入れば目的地へ行けるわ。うん、ではこのまま加速進路に入る。諸君らも遅れるな。了解。気持ち悪いから真似しないでちょうだい。この子俺のことが嫌いなのかな。正体不明の敵の攻撃を受けている。なんという速さだ。アシェルフレイジが襲われてる。畜生はやらせるか。この反応、ルース私は人類の敵になったの。もう地球へは帰らない。何を言ってるの。君がフィオの双子の姉か。自我は残ってるんだな。何このブサイク。言葉を選べよ。傷つくだろ。こんなのに頼っちゃって。フィオは相変わらず一人じゃ何もできないのね。私は違う。私は一人で何でもできるの。殺してあげる。姉さん、力ずくで止めるしかないのか。クソ、逃がすか。待ちなさい、今は艦隊の護衛が先。何言ってんだ。ピオはエストを取り返しに来たんだろう。今捕まえればそれで終わりじゃないか。ちょっと前を見て。うわっ、何をしているの。早くドライブ起動に復帰しなさい。ミオが邪魔するから。早く艦隊に追いつかないと取り返しがつかないことになる。ああもう分かってるよ。こんな時までよくそんな冷静でいられるよな。あなたみたいな単細胞と一緒に死しないで。データベース該当なし。ファイルーンの新型よ。また新型かよ。リオのデータベースって古いんじゃないのか。そうね、姉さんと違って私は途中で脱走したから全ての情報を持っているわけではないわ。てっきり何でも知ってるのかと思ってたぜ。それなりに知ってるわよ。あなたの恥ずかしい話とな。そんなもん、今はそれどころじゃないだろう。
解析完了。間違いなくこの新型に地球人の素体として使われている。おそらく火星で戦った機体。なんだって、フィオやエストと同じってことか。正確にはルーキス研究の過程で生まれたラジュ。彼らの体はもう。そうか、今楽にしてやるからな。よかった、無事だった。遅い、これは人類存亡をかけた戦いなのだ。のんきに遅れてやってきて一体何をしていたのかね。フィオはエストを助けたいって言ってるから。ちょっと黙りなさい。ええ、理解しているわ提督、ごめんなさい。君のことは信用している。隣の未熟者によく言い聞かせたまえ。了解。怒られたのってなんか久しぶりだ。何よ、他人事みたいに。来たよ、グラートさん。なんだこいつら、地球軍じゃないか。提督、この信号、機関リタ・アクシスだと。それでは彼らはあの決戦艦隊だというのか。なんだって。でもグラートさんは。何をしているの、迎撃しなさい。クソ、うまく脱出してくれよ。敵機関から高エネルギー反応、手法をくれ。ちゃんと見えてるぜ。どうした、ピオ。どこも人なんか乗ってない。この艦隊はルーキスが作り出したまがいものよ。そう、これはあの時の大義も。兵士たちの嘆きが聞こえるかしら。私たちのパパの叫びが。姉さん、決戦艦隊の退路を断ったのはファイルーンだよ。他ならぬ地球人自身。君は一体何を言っている、説明しろ。うるさいよね、このメガネハゲ。ハンゲではない、これ遊っているのだ。人にそんなこと言っちゃダメだってパパから教わらなかったのか。いいか、もう一度言ってみろ。貴様に一週間看板清掃をさせてやる。もう行っちまったぜ。やっぱ機関はでかいな。さすがのあなたでもキルキンにはならないかしら。そんな奴がいるなら見てみたいね。そう、放置すると優遇に至って脅威となる。砲台くらいで黙らせておきましょう。とどめは我が艦に任せたまえ。リタアクシス、ド発展キャノン、撃ち抜け。
あの時もそうだった。同じ連合軍の手によってリタ・アクシスは落とされた。そんな、あれはファイルーンが。ティオは知らないのね。評議会の連中は決戦艦隊を送り込む傍らで極秘裏にファイルーンと交渉を続けていたの。そして空戦協定が結ばれ、評議会はファイルーンが望むものを差し出す代わりに仮初めの安寧を得る。ファイルーンが望むもの。ルキス、大量の人体サンプル。大正解。隠して地球を守るために使わされた勇者たちは一転、ファイルーンに捧げるクロスへと変わりました。私たちと同じようにね。それで仲間割れを巣立ってのか。ガッテム、人間はもうおしまいです。異星人が攻めてきたって何も変わりやしない。隣人と手を取り合うことなんて最後までないんだ。お前たちも評議会に疎まれているんでしょ。この戦いの先に幸せな未来なんてありはしないのよ。だから私がこのルーキスの力でゲーさっさりぶち壊してあげる。死ねー、ベスト。なれなれしいぞお前。私の可愛い子よ。そんな男は放り出して一緒に何もかも壊しましょう。やめろよ、放り出すとか本当にやりかねないだろ。それでも運命の相手はファイルーンよ。ファイルーン、奴らは自らを機械化しすぎた。命をどう扱っていいかもわからない。人間の方がよほど怖いわ。どうですか。そんなこと。そっか、私たちもう違っちゃったんだね。まるでアーセンと。ティオには愚かな仲間たちがいて、私には何もない。パパも、フィオも、私は、私は。迷うな、フィオ。俺たちの目的は変わるわけじゃない。体勢が崩れた。今がチャンスだ。フィオ、あの場所には私たち。エサ、パパ、私は。いいさ、行こう。エストを連れ戻すんだ。全艦、これより移動惑星内部に突入する。ここからが正念場だ。ガッツだ。ガッツで行くぞ。ロイ、ここまで来られたのは強行という他はない。お前たちの働きに感謝する。礼には早いぜ、提督。あんたたちには中枢を破壊するって大仕事が残ってるんだからな。これが奴らの本来の戦力、ファイルーンの真の姿。でも、なんとか戦えるぜ。さすがクロスブリードだな。さっきは取り乱してごめんなさい。いや、実はちょっとだけ嬉しかったんだ。フィオは心まで機械になってるわけじゃない。大事な家族のために頑張る普通の女の子だ。心外だわ。あなたにそういうことを言われるなんて。これからはもっとロイ兄さんに頼っていいんだぜ。
バカ。しまった。大丈夫、中枢を無力化すれば開けられるわ。このまま進みましょう。パパとピオを逃がしてからも私には守るべきものがある。この星にさらわれ同じ地球人に見捨てられた大勢の命、私たち自身の本当の体、数えきれないくらい抗ったわ。でも未完成だったこの機体ではどうすることもできなかった。一つしくじるときに幾万もの命が消えていった。私は絶対に負けられない戦いに何度も何度も負け続けたの。そして最後のそれを失ったとき、気がついたの。あまたの情報に敵対した私の力がパイルーンのシンギラリティをとっくに超えていること。人を誘致は泣いている必要がない。ピオもパパを守れなかった。これが結末ね。私たち家族に与えられた結末。こんなものが。来たのよ、ピオ。これがアーセントとユーキスの力で中枢と融合しているの。え、俺たちの機体もこんなことできんの？マジで？お前のことは調べたわ。ロイベキって軍属じゃないのね。興味を持ってくれて光栄だね。ただの民間人でもない。レイドユーバー乗りとしての訓練をパパから直々に受けて、伝説の領域裏手にもう一人を忘れた。そう、だからここまで来られたのよ姉さん。姉さんなんかじゃない。ちゃんと私を呼んで。ピオ、この半年間ずっと私は後悔してた。双子なのにどうして私だけが、私がパパと生きていればこんな思いはしなかったのに。そんな呼びなさい。もともと私たちは同じだった。二人のシンクロニシティがユーキスにさらなる力を与えるのよ。そして戦いなし、私たち家族を見捨て破壊した人類と、敵をこんな姿に変えたファイルーンと。ピオ、そう、私たち変わってしまった。それでは呼んでよ。移動惑星地図確認。全艦全方門開け。全てはこの瞬間のため、一斉射撃だ。姉さん、ここで捕らえる。惜しかったわね。
ピオン。いけない、逃げて。え、なんで。意識を取り戻した。いいわ、次はもっと深く書き換えてあげる。うわっ、怖え。ピオン、さっきは一体どうしまったんだ。ルーツに対するクラッキングよ。私の人格ごと加減しようと。人格だって、エスト、なんてことを。これに当たったら。やめろ、やめろよ。実は妹だろ。ルークスを奪われた。今の攻撃に当たっちゃダメ、避けて。クソ、見えなかった。いきなり空間に現れやがる。大丈夫か、フィオ。諦めるな。安く言ってくれるじゃない。おい、しっかりしろ。待って、聞いて。この先は、この街、地球から移植された私たちの故郷に続いてるよ。そこに、私たち、双子の本体が。なんだって。破壊して、それで全部終わる。どうにあなたになら。ピオ、取り込まれちまったのか。ピオ、本体の破壊って、そんなことしたら消えろー。くそ、どうしたら、どうしたらいいんだ。レーダーが生きてる。ピオはまだ諦めていない。行かせるか。まだだ、俺だって諦めるわけには。これをやめたら、今度こそ俺には何も。ここはうちは初めてだったか、小僧。グラートさん。気にするな、走馬灯ってやつだ。俺、来たよ。立派に戦えてるだろ。何言ってやがる。うちの娘どもにコテンパンじゃねえか。だいたいお前、何しに来たんだ。何しにって、戦いに決まって。戦いね。それで今何しようとしてるか分かってんのか。だからお前は小僧なんだよ。でもあんたは、あんたはもう死人のせいにするんじゃねえ。てめえはてめえで考えるんだよ。でもな、マジに俺を追っかけたやつはお前だけだった。嬉しかったぜ。そうか、俺は。いやー、殺す前に一応聞いておくわ。どうしてそれを壊さなかったの。壊せないよ。どんな姿だろうと、俺たちは同じ父親を持つ家族なんだ。何を言い出すの。ここに来るまで俺も見失ってた。俺たちに本当に必要なのは戦いなんかじゃない。
帰る家だ。そうだろ。フィオ、どうして。確かに今の私たちは望まない姿なのかもしれない。だけど彼とここまで来られたこと、あなたがずっと姉さんでいてくれたことを、意味がないなんて私は思わないわ。君は帰れるんだ。居場所は俺とフィオが作る。必ずだ。だから行こう。俺たちは前に進むんだ。脳であるルーキスを引き剥がしたから、ファイルーン本来の AI に切り替わったんだわ。奴らには固有の知性が存在しない。クラスタリングされた一つの巨大知性、ディアグラが全ての個体を動かしているの。なるほど、わからん。ファイルーンのルーキスへの道筋は今、あなた方の面によって告げられた。精神の共鳴、それこそが秩序の扉を開く鍵となる。地球人類に恩の敬意、そして我々の正義を離れたあなたたちは今ここで処理する。今の俺た
速ドライブ。終えるか、フィオ。当然よ。このまま決着をつけましょう。提督。何をしている。早く行ってこい。長くは待たせるな。ヤソロ。あの野郎、どこへ向かってる。パイルーン母星、おそらくクイーンシステムを目指してるわ。クイーンなんてのがいるのか。あくまで例え、実際にはデータ同期のための中堅機能といったところかしら。地球データ生体サンプルを持ち帰るつもりね。完全なるルーツに到達するために。なあ、クイーンシステムを破壊すれば全てのパイルーンを倒せるんじゃないのか。残念、そうしてやりたいけど無理よ。すぐに別の場所で再構築されちゃうぞ。ウイルスでも流し込むとか。問題のある箇所を丸ごと排除して、やはり再構築される。そのためのクラスター地点リアグラフ。ねえ、私にもいい考えがあるの。あのね、うわ、えげつめ。試してみる価値がありそう。さすがだ姉さん。なんだこりゃ、全部移動惑星なのか。ここから宇宙の端々まで侵略しているのね。許せない。見えた、クイーンシステム。たどり着かせねえ。さよなら、私のアーセン島と。
物の仮想体験到着を確認。速やかレハイドの実行指示。キャッカキャッカ、消えるべきなのはお前らだろう。こらディアブラが増えていく。あなたたちに個性を与えたわ。パイルーン全ての個体がクイーンシステムにアクセスするたびに、ディアグラは無限に分割されていく。強大な権限を持ったままね。使用上あなたたちは互いの存在を認め合うことができない。相互関係の中で成長することもない。一度始めた競技は終わらない。永久に。我々は、あなたたちはこれからもこの宇宙に存在し続け、もう二度とその手足を動かすことはないでしょうけど。双子さん、おっかねえっす。我々は、私を。流れる風を止める術がないように、世界はどうしようもなく変わっていく。何一つ取り返しなんてつかない。でもだからこそ俺たちは立ち直ることだってできるんだ。大事なのは今何を願うか。そうだよな、グラートさん。の言った通り助けてもらったよ。ロイお兄ちゃんだって笑っちゃうわよね。急に家族だなんてびっくりしちゃった。自分だけ血がつながってないくせに。でもそれでよかったんだ。私は私に足りないものを知った。それに彼は確かにパパにしかできないはずのことをやったわ。並大抵の努力じゃない。もしかしたら当たり前に娘だった私たちよりもずっとパパの子にふさわしいのかもね。また来るね、三人で一緒に。ねえパパ、今の私たちって生きてるのかな。それとも。あの時姉さんが言ったことを覚えてる？あ、私たちは同じだった。ああ、そんなことも言ってたっけか。あれは本当のことなの。ほんの1年前まで私たちは外見も考え方もほとんど同じだった。互いの役を取り替えられるくらい姉妹はごっこだったのよ。今はもう戻れないところまで来てしまった。もしもあの時パパが選んだのが姉さんだったら、私も同じように今ここでこうすることができたのかしら。当たり前だろ。その時はエストと二人でフィオを迎えに行ったよ。そう、同じさ。だからこの先もし俺に何かあってもちゃんと二人で助けてくれよ。約束するわ。やったぜ。それにしても3人でここに来ることになるなんて考えもしなかったわ。俺は
怖くて来られなかった。みんながあの人が死んだなんてどうしても認められなくて。私もこれが初めて。葬儀の時はこんな姿で親族の前に出るわけにはいかなかったから。フィオって結構体裁を気にするよな。失礼ね。大人の配慮ができると言ってちょうだい。あら、いつまでそんなキャラが続けられるのかな。キャラ？何のことかしら。それより姉さん。はいはい、これからはルーキスの力は禁止でしょ。え、そんな話になってんの。ええ、何でも思い通りに変えてしまうということは結局何もかも否定しているのと変わらないでしょう。私たちはこの世界のものでありたいの。ちょっとの改変のつもりでもどこにどんな影響が出るか分かんないし、どうしても必要って場合じゃない限りはね。そっか、なんかしっかりしてんなお前ら。あなたにももっとしっかりしてもらわないとね。また面接に落ちたんでしょ。その話はやめろ。気にしない気にしない。さあ買い物して帰ろう。おう。そういえばすっげえ腹減ってるかも。もう食べ歩きはやめてよ。